いよいよ発送です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはブルーさん。ウェルカムニュース。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してウェルカムニュース。鼻に立ちます。その後ろからはブルーさん。この馬も上がっていく構えです。原発ルシファー後方に控えました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはウェルカムニュース。すぐ隣にレガーメテスカ、その外からブルーさん。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。スレイマン、そのうちに続いています。その後ろからはヤマニンウルス、内からはバスラットレオン、その外にグロリアムンディ、デンシエルト、すぐ後ろこれに続くのがバンヤール、ラインオブソウル、その前に進出、すぐ後ろにハピ、隣にはリプレーザ、内を通ってマリオロード。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はウェルカムニュース、外を通ってブルーさん、間を挟んでレガーメテスカ3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭にスレイマン、2番手以降も上がってきた。最後の追い比べ、先頭はヤマニンウルス。スレイマン追いすがる。ヤマニンウルス1着、ヤマニンウルス。スレイマン2着に入ったか。その後ろにバンヤール、勝ったのはヤマニンウルス。このレースを制したのはヤマニンウルス。スタートしました。ポンと飛び出したのはスレイマン、ヤマニンウルス。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくスレイマン行きました。続いて前へ行くのはヤマニンウルス、さらにはレガーメテスカ、13番ブルーさん、その後ろレガーメテスカ、先手を取りました。グロリアムンディ、それに続いています。内からはバスラットレオン、その後ろにウェルカムニュース。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。デンシエルト、すぐ後ろ、その後ろにバンヤール、すぐ隣にハピ、内からマリオロード、その外に名勝ダジン、並んで14番ブラックアーメット。ここにつけたのがラインオブソウル、原発ルシファー、それに続きます。最後方にリプレーザー、各馬砂煙を上げてかけていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。ここでヤマニンウルス先頭に変わりました。2番手はスレイマン、グロリアムンディ、3番手後続も追い上げていきます。短い直線に入って、後続は届くかどうか。先頭を行きます、ヤマニンウルス、後続とは3馬身以上。これは決まりか。ハピ、前とは離された。ヤマニンウルス、この馬で決まりか。ヤマニンウルス1着、ヤマニンウルス完勝。続いてハピ、デシエルト3着です。勝ったのはヤマニンウルス。このレースを制したのはヤマニンウルス。スタートしました。バンヤール好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してバンヤール、鼻に立ちます。その後ろからはブルーさん、この馬も上がっていく構えです。さらにはスレイマン、11番ヤマニンウルス、その後ろブルーさん、先手を取りました。内からレガーメペスカ、少し開いてグロリアムンディ、デンシエルト、それに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。内からはバスラットレオン、青の帽子ウェルカムニュース、その後ろマリオロード、それに続きます。名勝ダジン、上がっていきました。少し離れてブラックアーメット、続いています。ここにハピ、この位置にラインオブソウル、原発ルシファー、そのうちに続いています。最後方にリプレーザー、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。この辺りで先頭が変わりました。レガーメペスカ、外を通ってブルーさん、後続も追い上げていきます。ヤマニンウルス先頭、さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭にヤマニンウルス、2馬身から3馬身のリード。ブルーさん懸命に足を伸ばす、これは大きく開いた。2番手以降は大きく離れた。ヤマニンウルス1着、ヤマニンウルス完勝。2着にブルーさん、ヤマニンウルス見事このレースを制しました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはスレイマン、ヤマニンウルス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してスレイマン、鼻に立ちます。その後ろからはレガーメテスカ、この馬も上がっていく構えです。さらにはヤマニンウルス、13番ブルーさん、その後ろ先手を取ったのはスレイマン、少し離れてグロリアムンディ、続いています。内からバスラットレオン、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。隣にはバンヤール、その後ろにハピ、ここにウェルカムニュース、すぐ隣にデンシエルト、これに続いて名勝ダジン、その横にブラックアーメット、その後ろからはマリオロード、その外からラインオブソウル、内からは原発ルシファー、しんがりからリプレーザー。各馬砂煙を上げてかけていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として5番スレイマン、2番手はヤマニンウルス、
グルーさん3番手、後続も追い上げていきます。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭に立つのはスレイマン、外側にハピ、一番前にはスレイマン、ハピ抜き去った。スレイマン追いすがる、ハピハピ1着、2着は微妙です。ハピ見事このレースを制しました。スタートしました。デンシエールド好スタート、グロリアムンディ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくデンシエールド行きました。続いて前へ行くのはグロリアムンディ、ゲンパチルシファー、後方からもう一度先頭から、先手を取ったのはデガーメデスカ、これに続いてスレイマン、外を通ってグロリアムンディ、これに続くのがヤマニンウルス。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。ブルーさん上がっていきました。バスラットレオン、それに続いています。その後ろからはウェルカムニュース、その後ろに名勝打陣並んで12番デンシエールと、内からはバンヤール、その後ろにハピ、その外にラインオブソウル、内からリプレーザー、その横にブラックアーメット、マリオロード、そのうちに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はグロリアムンディ、スレイマン、いい足で伸びてきた。バスラットレオン3番手、短い直線に入って後続は届くかどうか。グロリアムンディ先頭、外にはヤマニンウルス、さあ先頭に立ったのはヤマニンウルス、グロリアムンディ離されていく、ヤマニンウルス1着、ヤマニンウルス完勝。2着争いはどちらでしょうか。ヤマニンウルス見事このレースを制しました。スタートしました。好スタートを決めたのはデンシエールとバンヤール、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくデンシエールと行きました。続いて前へ行くのはバンヤール、マリオロード、後方から前の方からもう一度見ていきましょう。先手を取ったのはデガーメデスカ、すぐ隣にデンシエールと、内を通ってスレイマン、その横にヤマニンウルス、すぐ後ろにバンヤール、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その後ろにバスラットレオン、その隣にブルーサン、この集団にウェルカムニュース、この位置にグロリアムンディ、ハピ、それに続いています。外にはブラックアーメット、名勝打陣、この馬もこのグループ、マリオロード、そのうちに続いています。その外にラインオブソウル、内からはゲンパチルシファー、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてデガーメデスカ、ヤマニンウルス、ほとんど差がありません。グロリアムンディ3番手、さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、一番前にはバイヤール、外から勢いよくブルーさん先頭、バイヤール食らいつく、ブルーさん残れるか、ブルーさん1着、ブルーさん、バイヤール2着に入ったか、ブルーさん見事このレースを制しました。